卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、じゃあ今日は何をするんですか？はい、今日まずはこちらをご覧ください。はい、エンタの神様。懐かしいみたいな感じで、エンタの神様で、あのネタを披露する前に芸人の紹介で、あのキャッチコピーというか異名が流れます。で、今から、そのキャッチコピーを言うので、どの、お笑い芸人か当ててください。みんなエンタの神様見てた？見てた。世代ですね。はい、見てました。はい、もう遅れて言ってか遅いわ。見てたってさっき言ってたから。一回言ってましたからね。すごい体力吸われる。そっか、じゃあ、どうぞ。はい、どうぞ。これは挙手制で。挙手制で。うわ。第1問、激しくハゲラッチョ。はい、はい、もうこれはわかるよ。わかります。チェケラッチョ、ハゲラッチョ、はい、名前でしょ。はい、はい、お笑い芸人の前。はい、はい、なんだっけ。はい、はい、トランディエンジェル。正解、正解。あんた、あんなあかんで、何回も。違うよ。芸人の名前を言わないと。言ったじゃん。え、そんなんやったっけ。はい、じゃ続いて、笑いのニューウェーブ。はい、うわー、これ何やったっけ。近づか、ヤック。あ、違います。バカリズムさん。違います。アンジャッシュ。あ、違います。はい、ギター侍。違います。ニューウェーブってことは結構新しい、なんか出てきて、はい、ってことだよね。もう中学。違います。あれ、はい、はい、アンジャッシュさん。違います。あれだっけ。言ったわ。私言ったわ。何に言う。あれやばい。ピン芸人。はい。めちゃめちゃ。西岡澄子さん。違います。ひろしです。陣内智則。あ、正解。ああ、確かにね。なんか映像使ってないやつ。そうだ。やべえ。続いて、天然系不思議空間。うわ。はい。どうぞ。鳥居みゆきさん。あ、違います。はい。これこそもう中学生。あ、違います。西岡澄子さん。違います。天然やもんね。天然系不思議空間。え、あれは違うのか。パンケーキ食べたい。違います。え、なんか2人でやってる。あ、2人でやってます。コンビ。あ、はい、はい、阿佐ヶ谷姉妹。あ、違います。はい、これこそアンジャッシュ。あ、違います。天然系、あ、はい、石原さん。スリムクラブ。違います。はい、はい。あ、分かんない。いや、これさ、芸人の名前いっぱい出た。好きじゃん。天然系。アンタッチャブル。違います。やべえ、年取ったな。いや、見たことあるそれ。ちょっと分かんないです。天然系不思議空間。答え。え、待って。あ、パペットマペット。あ、一人でやってる。まあ、二人じゃ二人。三人じゃ三人。三人。あ、はい。ブン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 みたいな。あー、終わったんだね。ドキドキ、邪魔だ、邪魔だ。あれも一人じゃなかった。あ、二人っすね。二人や。いつもここから。ギター侍。違います。なにの人。違います。クールポコ。クールポコ。今も出てます、結構有名です。今も出てる。あ、はい、はい、アンガールズ。あ、正解です。あー、やっぱ若いから。天然っていうイメージないけど、まあ山根さんの方が不思議な。不思議だった。確かに不思議だ。キャッチコピーすごいな。続いて、コント仕掛けのスペシャリスト。コント仕掛け、なんかそれ聞いたことある。あ、だからパペットマペット。アンジャッシュ。アンジャッシュ。これこそアンジャッシュ。アンジャッシュだよね。全どっかでパペットマペット出せよ。なんでパペットを出したの今。チャンネル登録してね。続いて、遅れてきた反抗期。あ、遅れてきた。はい、桜塚ヤック。あ、違います。はい、もう中学生。違います。西岡澄子さん。違います。全然でもない。あ、聞いたね。はい、ま、ま、マチャマチャ。マチャマチャ。カンニングさん。あ、でかい。うわー、結構しよったもんな。じゃあ続いて、瞑想パワーシャベル。あー、聞いたことあるな、それも。パワーシャベル。あの、え、瞑想。でもなんか聞いたことある、それも。しゃべれてたかな。パワーシャベル。しゃべるだからね。ああ、いいとこ。あれですね。え、だからあのなんかフランケンシュタインの出てきた人じゃないの。名前が出てこないな、その人。アインシュタイン。違います。パワーシャベル。パワーシャベル。筋肉、中山筋肉。じゃあコンビです。コンビですか。はい。わかんない。あ、だからそれこそドケドケ、ジャマダ、ジャマダの。じゃあ、この人も今も出てます。今も出てる。さっき出たかもしれない。この人もってことは。アンタッチャブルさんって正解ありましたっけ。アンタッチャブルさん。あ、正解です。お、すげえ。ああ。なんでパワーシャベルなの。顔。顔とあれじゃないですか。あの芸風が前だからね。ああ。続いて、変幻自在のキャラ姉さん。
はい、はい、桜塚、桜友近、あ、正解です。これは友近さんよ、大好き、私友近さん。続いて、高速の温度差。はい、はい、中川家。違います。もう一回ください。高速の温度差。高速の温度差、温度差。だから多分もう一人はすっごいテンション高いけど、一人はそんなってことよね、きっとね。あ、まあ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 、まあ、そうですね。そういう系よね、はい、目のつけどもらえます。流れ星。違います。はい、はい、原市さん。違います。なんかさ、めちゃイケに出てたさ、なんかおったやつ、誰やったかな。クリームシチュー。違います。めちゃイケで虫になっとった人。めちゃイケでしょ。めちゃイケ出てた。めちゃイケで、めちゃイケは出てないと思う。あ、そうだ、ちゃうわ。温度差。でも今も人気な芸人さんです。あつしと、あれじゃない、あのちょっとあのあれが出てこないんで、あの春日さんとの、あ、オードリー。オードリー、はい、鬼瓦、ね、の時代か。そうです。オードリーさんって誰やったっけ。相方春日。若林さん。若林さん。じゃあ続いて、ボリューム感の挟み撃ち。サンドイッチマン。あ、正解。よし、サンドイッチ。続いて、笑いと急の連続パンチ。ん、はい、はい、西川清。急にない、緑だ。梅米大夫。違います。はい、はい、山田花子。違います。それで取ったっけ、山田。なんとかのパンチ。あ、わかった、ですよ。違います。おったようなですよ。違います。え、もう一回。笑いと急の連続パンチ。え、二人組ですか。二人組です。あるある探検隊。違います。もう今も人気です。今も人気です。行くよ来るよ。大阪なんだよそれ。でも今自分で言っといてあれだけど、今も人気ですかって言われたくないよね。確かに。なんか正統派のコントしてる。正統派、まあ正統派ですね。まあこのフレーズがめっちゃ流行りました。東京03。違います。あ、あれじゃない、あの音ネタする人、リズムネタというか。違います。あ、違うんだ。沖縄10代組。笑い飯。違います。ツッコミというか、そのフレーズがだと思ったんだよ。もう流行語だったのが結構流行りました。え、じゃあオリラジさん。違います。あ、わかった。はい、あの、なんだっけ、なんで立ち上がった。すごい、女です。あ、おった。え、なんで。おったー。おったけど、たぶんちゃん、たぶんちゃん、今おらへん、その人。誰やったっけ。友達だったの。友達だったの。すごい、女です。あれ、あれなんだ、ゴイゴイスーの人。違います。あ、はい、はい、指名してないとか言わないのってか言わせない。それ消えます。指名してないとか言わないの、飲みコールみたいな。夏、ね、夏あれ、今めちゃめちゃ有名ですか。なんだっけ。めちゃめちゃ有名です。誰もが知ってます。今もあのテレビ出てます。エレキタリウム連合。エレキタリウム連合。あれ、千鳥さん。違います。今もテレビ出てます。萌えやんさん。萌えやんさん。何、 MC やってるとか。 MC やってます。やってるのかな、MC かどうかかんですけど、まあ、レギュラーは多分結構あると思います。もう一回ちょっとあの、いいですね、キャッチコピー。笑いと急の連続パンチ。笑い主。違います。笑い飯か。笑い飯。格闘技関係ある。格闘技関係ないです。トータルテンボス。違います。ハライチさん。違います。キングコングさん。違います。あ、違います。キリン。違います。男二人です。男二人です。イボって。今も手が出てます。キリンさん。違います。なんか言うの。いろんな話しちゃってもずっこけさせたのかと思っている。なんだっけ、インパルス。違います。もうわかんない。ヒント。ヒント。え、都市。結構投資は言ってると思います。ロバート。あ、違います。その人がやってる番組1個言ってみてよ。今やってるやつ。あ、MC じゃなくてもいい。言ったらもう分かってまうんじゃん。MC じゃなくてもいいから、ほら芸人さんがよくいっぱい出てるやつ。今夜は謎トレとか。わ、全然知らない。帰れマンデー。あ、はい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 。あの、北海道出身の、はい、おせかっていう。あ、違う、高野都市。高野都市。あー、そうなんすね。確かにめちゃめちゃ MC してるわ。あのサンドイッチマンさんとかと一緒に。なんだよ。続いて赤と青の打ち上げ花火。はいはい。なんでだろう、なんでだろうの人。正解、テチャノトモさん。あー、確かに青が。すげえ。リズムレがめっちゃ強いですね。私がちょっとずつすごい女です。あんたのことだったんだそれ、すごい女って。続いて、ボケとツッコミの
化学反応。全部わこれめっちゃ聞いたことある。反応。はい。ノンスタイル。違います。アンジャッシュ。違います。ブラックマヨネーズさん。違います。インパルス。あ、正解。おお。もうこれ芸人の名前言ってるだけみたいな。インパルス。もうみんな言いまくってる。インパルスじゃねえよ。どう考えても。みんなのアルバイト。ラスト。怒涛の中間管理職。はい。うわこれめちゃめちゃよく聞いてた。イモアライザーが係長。あ、違います。次長課長。あ、正解。ああ。そうだ。すごい。何が考えてんだろう。なんかあんまり思わなかった答えれへんかったからそんなんどうでしょう。難しい名前言うの。確かに15年前やった。その名前、芸人さんの名前より一番覚えられへんあのコンビ名。コンビ名はね、コンビ名覚えられへんね。難しい。てかさ、コンビ名を覚えられないんじゃない。言ってるよ。なんでやねん。言うその時代でも今もこう出てる人ってこう各々の仕事が増えていったりとかしてるから。そうやね。そう、各々のさ、各々の仕事がね、増えてきてるからさ、各々、はい、の。お前なんかさっきから一回一回巻き戻すな。しっかり言い直して自分の手柄みたいに。でもさ、本当になんか違うの。そのコンビ名が覚えられなくて。おんねん、そうやって同じことを何回も言って、ほんで他人数のワードやのに自分が使われるっていうやり口を取ってる。ちょっとディレクターに色落ちてるあのやつね。そうそう、トーク術のスペシャリスト。いやでも本当になんか自分が言ったやつを、はい、なんか人が言ったやつを自分のものにして使われるやつ。でそれも俺が言ってるから。今言ったもん。もう話が噛み合ってない。はい、ありがとうございました。はい、じゃあそういうことで、はい、今日はありがとうございました。